おや、マスター、その様子では当方に何か用向きがあるようだな。ふん、そしてその用向きとは、直接に言えばバレンタインデー、チョコレートだろうか。初歩的なことだよ、我がマスター。ただのモノマネだ、気にせずともよい。ありがとう、心より感謝を。ん？ブリュンヒルデからはもらったのかと。一応はな。いや、この話はやめておこう。それよりもだ、東方からも贈り物がある。だがその前に少しばかり測定に付き合ってほしい。ああ、まずは貴殿の目を見せてもらおう。いや、近くなければダメなのだ。貴殿の視力を測らせてもらうにはな。じー。真の英雄は目で殺すとカルナが言っていたが、安心してほしい。東方のメガネはビームは打たぬ。よし、終わったぞ。それでは、取得したこの情報をルーンに刻みに、ダヴィンチ殿からいただいた素材の切れ端を混ぜて、あとは原初のルーンにより素材を固着化。いかにも。マスター、貴殿の視力が良いことは承知している。なのでこの眼鏡にはそれ以外の機能を付け加えることにした。眼精疲労の自動回復機能、視覚的混乱の自動抑制機能、強烈な光、あるいは見てはならぬものを見ることで目がつぶれる、そういったケースをこのメガネは防いでくれるだろう。おまけに頑丈だ。サーバントならともかく、そこらの獣では貴殿の眼球に傷一つつけられまい。これをもって貴殿の贈り物への返答としたいのだが、いかがか。何の？貴殿は東方のような武骨極まる存在に礼儀を尽くしてくれる。召喚されて以来の感謝、このメガネに全てを込めたつもりだ。あとは東方のセンス次第、つまり似合っているかどうかだが。Thank you.